はい、それでは本日昨日発売されたゲームセンター CX ワンツーリプレイ、マリノの挑戦状ワンツーリプレイ、こいつをやっていきたいと思いますと、まあ DS で1と2、そして 3DS でやってきまして、まあもう懐かしくって衝動買いしましたね。もちろん DVD 付き特装版で幾分かやってますけれども、まあ最初からでいきましょう。構いません。そんなに進めてないですからね。で、タイプ A、タイプ B、男と女っていう風に DS 版ではなってたのが、完全にタイプ A、タイプ B と今回なってます。じゃあ今回は DS は男でやったから、スイッチでは女でいきましょう。で、こういうアフレコ系で自分で名前つけるやつは、まあ、現実通信あげ玉、自分を、まあ、心救ってくれたアニメなんで、それから、女キャラ、三石琴乃さんが演じた平家伊吹、そこから行きましょう。で、完成。このゲームはフィクションです。登場する団体、人物、ゲームとは架空のものであり。これちゃんとここ任天堂スイッチになってるんですよね。 DS もちろん、あの当時は任天堂 DS でした。うわー、もうこれ見た時ほんと、人間を入れたな、人間を入れてしまったな。俺の名前はゲームは終わりの。おめえかなりのゲーム好きやな、そういう匂いがプンプンするで。そんなやつを待っとった。俺とゲームで勝負や。関西弁は慣れてませんので、でもただの勝負やないで。俺の子供時代に飛ばしてやるからな、懐かしのゲームプレイして俺からの挑戦クリアしろ。そんなわけ。いきなりあれやけど、ちょっと子供になってもらうわ。ありーのー。おー、プレイヤーの中では逆に年齢が上がるやつもいるんじゃね。これでお前80年代の子供の姿になったで。俺の挑戦クリアしたら元に戻してやる。せいぜい頑張りやわしは1歳です。1歳にもなってねえ。いや、なっとるわ。読み込みはこっちの方が遅いんですよね。お前誰やねん、なんでうちにおるんや。俺か、俺は兄の。お前一体何なんや。ゲーム魔王、未来から来た。ゲームやらないと帰れない。お前おもろいこと言うな。わかったぞ。つまり俺と遊びたいんやな。そうか、俺もな、ゲームする仲間が欲しかったんや。ちょうどゲーム買ってきたからお前も一緒にやろうぜ。じゃーん、これや、コズミックゲート、知っとる？コズミックゲート、今ゲーセンで流行ってるゲームや。なに？懐かしいでないやねん。ゲーセンに人気の新作やぞ。虫みたいな敵をかっこいい戦闘機でやっつけるんや。そんなゲームがうちで遊べれないって、すんごい時代やな。早速やってみようぜ。DS 版は正直あの、この少年アリノの顔が、なんか、こんなに綺麗じゃなかったというか、まあ仕方ないところがあるんですけどね。
どうや、子供になった気分は、ゲームを手に入ったことやし、早速挑戦してもらうで、今回の挑戦はこれや。コズミックゲートでステージ5をクリアしてみろ。最初の挑戦やからちょっと簡単にしといたで、ワープしてステージ5より先に行ったりして、挑戦に失敗したなぁと思ったら、R ボタンとマイナスボタンを一緒に押してリセットしてみろ。たちまちコズミックゲートのダイヨルからやり直せるで、何度も挑戦して失敗しても、どうしても辛くなったら俺に縁を受けてこい。部屋で雑談するを選んだ後、俺に念で許しをこうてきたら、挑戦ゲームアップを考えてやってもええで、ただし、一度ギブアップした挑戦には二度と挑戦できへんから注意が必要やで。これ確か DS と DS2 はこれなかったはずですよね。ねえ、ゲンマウアリーの優しさに満ち溢れてるやろ。ほな、頑張りや。DS 版の2じゃあったかな。なんや、今のやつ。ちょっと俺に言いとったけど。なんやで？あれが未来の？嘘や、キツや。あんなおっさんなるの嫌や。しかし、お前の話ほんの前やったよな。あんな見たら信じる人はないで。何もやっとしとね。早くゲームしようや。ゲームクリアせんとお前軽いのやろ。ゲーム選択で遊びたいゲームを選んで、ゲーム開始で A ボタンを押せばすぐにゲームが始まるで。さ、早速ゲームやろうで。俺はサポート担当するわ。誰と雑談する？アリーノに。いきなりよ。ほんじゃ、アリーノに念を送ってみるわ。念届いてるか、アリーノ。こいつがギブアップしたいねんて。ありえない、信じられない。一生懸命挑戦を考えてやるか。一回うがらプレイしてから、諦めてほれ。あや、挑戦に戻れや。ほら、もうちょっとだけ。面白かった。この切り替えがちょっと遅いっていう感じはありますね。環境設定ってなんだろう。タイプ1がちょっとズームしたって感じがタイプ2で、タイプ3は画面のみか。まあこれでいいや。最初にこれを DS でやった時はここに並ぶ前に何体やっつけられっかっていうのをやったなぁ。もう並ぶ、最初にうまいこと言った時にはもう並ぼうとした時点で3体ぐらいしかなかったっていうのがあったからな。よーい、いきなりこれにぶつかってアウトだけはやーめて。ステロイドゾーン。まあここはとにかく降ってくるこいつらを撃破すると。なんかしねえけど。これでかいやつはやっぱ1回で数えられんだろうな。
なあ。ステージ5、とりあえずここさえクリアすれば挑戦は OK。 1回目のはね、ズームが変わるんだな。って知ってるけど、お前ゲームうまいな。なかなかやるやんけ。実はお前結構このゲームやり込んでるな。実は、そうじゃないかと思ったやん。指の動きは素人だ。全然ちゃうもんな。そうそう。もっとゲームのこと知りたかったらゲーム雑誌が本棚にあるから読んでええで。メニューのゲーム雑誌を選べばいつでも読めねえぞ。いろんな点々ゲームの情報とか攻略機能が載ってるや。ゲームファンマガジン。それとも今更お前には必要ないかもしれんけど、説明書を見るとゲームの説明書が見られるぞ。ちなみにお前は説明書を読むタイプ？お前そういうタイプなんや。俺か？俺は絶対読まへん。説明書を読んだら負けやと思ってる。やれやれ。CV 過ぎたともかつ。よくクリアしたな。だけど挑戦はまだまだ始まったばかりや。次の挑戦はこれや。コズミックゲートにワープゲートを出現させて2回ワープしろ。どうやったらワープゲートが出てくるか分かってるか。これが分からへんようでは挑戦クリアなんてできへんぞ。ほな頑張りや。未来の俺なんやろ。俺未来で何しとんの。ゲームやってる。マジでゲームばっかやってんの。うわぁ、めっちゃ幸せやん。すごいな、未来の俺。そんな幸せでいいんかな。いかんような気がする。よっしゃ、俺あんまゲームやらんとこ。大人になったらゲームできねえや。無理して今更やることもないもんな。ゲームを間に合わせたるわ。でも、後で一気だけやらしてくれへん。一気やらしてもらってもよかですかの、あんネタですな、こりゃ。コズミックゲートついに発売。本格シューティングゲームの登場だ。コズミックゲートとは全国のゲームセンターで人気沸騰中のシューティングゲーム。たった一機の戦闘機で侵略者マスインセクターに戦いを挑むのだ。最速攻略ハイスコアで狙えるテクを紹介。隊列の一番上にいる敵がボスだ。こいつがガードに対引き連れて飛んできた時に先にガードを倒してからボスを倒すとテクニカルボーナスというボーナスの得点が入る。ハイスコアを狙うためには必須の上級テクニックだ。左の写真を見てくれ。光ってる敵がいるだろう。最初にこいつを倒せばワープゲートが出現。一気にステージが進むぜ。クリアには欠かせないテクニックだぞ。ゲームのスイッチを入れたのに、ちっとも画面が映りません。裏川。ノース、東島編集長だ。最近はコズミックゲートをはじめ、ああ、けど人気作が、移植が相次いでるよな。だけど面白いゲームはそれだけじゃないぜ。家庭用オリジナルの面白いゲームが開発中だという情報をつかんだぜ。もうすぐその情報をお届けできる予定だ。みんな期待して待っててくれ。初代の AD。この切り替えが少し DS よりは遅くなってるって感じだけどなぁと。一瞬フリーズしたんじゃないかって思ったからな、最初プレイした時。で、次はっと。
まあ、出し方も DS 版と同じってのはありがたいこった。いきなり。はい、うん、どうだっけ、こっちか。あ、スペシャルワープのあれだったか、最初に光ってたの。いい。やるやんけ、またクリアしたな。こんなに上手いなんて、お前やっぱゲーム好きなん？そうやな、お前ってゲームが大好きそうな顔してるもんな。まあええか、そんじゃ今日もゲームやろうぜ。何やねん、別に持ってこねえわ。うちのおかん一時うるさいねん、気にせんとゲームしようぜ。電話するわ、2からだったな。またクリアしてみたいやな。だがまだまだ挑戦は続くで、次の挑戦はこれや。コズミックゲートでアステロイドゾーンまで進んで一番でかい隕石を壊せ。この挑戦はちょっと難しいで、早く借りたかったらサクサククリアしてくんやな。ほな頑張りや。みたいやな、次の挑戦が。なかなか難しそうやな。でも安心してくれ、新しいゲーム雑誌を買うてきてやったで。今月はコズミックゲートすんごい裏技が読んでね、はい、これ試してみたら挑戦クリアできるかもしれへんな。ちなみにお前ゲームに夢中になりすぎて挑戦の内容を忘れてしまったりしてんか？そんな時はゲーム選択でゲーム選んでから挑戦上の詳細で A ボタンを押せば挑戦が確認できるで。なんで挑戦挑戦上の方は感じで調整は開かないやね。君と。よし、じゃあこんな話はどうだ？ゲームコンピューターのすごいとこ、お前知ってるか？何や、お前気づいてなかったんか？ゲームコンピューターの何がすごいかって、カセット取り替えれば違うゲームが遊べるってことや。どんどん新しいゲームが出てそれを遊べるんやから、もう可能性は無限大やな。俺はゲームコンピューターだけで一生楽しめるで。今、それをさらに進化させたやつがいくつも出てるけど。まあ、これが、ジェネレーションギャップというやつか。そっか、一回リセットしても一回にプレイに数えられるんだ。巨大アステロイドを、合体しとる。
まああれには行きませんけどね。うわ、危ねえ。なあ。真ん中に陣取っていればとりあえずでかいやつが来た時にすぐに。真ん中に来た。よっしゃー、今度の挑戦もクリアやな。だんだん上手くなってきて、あんまり画面オベラインないように、画面オベラにならんようになったな。なんや、俺なんか変なこと言うたが、もしかして読み方間違うてる？お前なんて読んでんの？ゲームオーバー。ゲームオーバー？なんやそれ。これだから都会っ子は言えねん。難しいことばっか言いよる。言うやろ、画面オベラってローマ字で書いてあるやん。なかなかやりようでな、この挑戦もクリアするとは思ってなかったでさ。次が最後の挑戦や。コズミックゲームで15万点のスコアを叩き出せ。この挑戦はかなりの難易度やで、クリアできるもんならクリアしてみ。ほな、頑張りや。どうやろ、これが最後の挑戦みたいやな。挑戦クリアしたら、お前とはお別れや。なんや、ちょっと寂しいな。でも、お前が帰れるのが一番や。最後の挑戦も頑張ってくれ。まあ、有野さんは一つのゲームをクリアしたら、家には帰れますが。これがもしこの一つのゲームだけでクリアして終わりのゲームだったら最速のクソゲー決定です。せっかく来たから入らせてもらいましょう。遠い。挑戦内容のポイントが1万5000点ならもうすぐなんですけどね。微妙にこれ早くなってたよな今。
何気にでかいのが今回流れてくってね。あれ一発15,000だからな。ファンタスティック、今完全に当たってたぞ。ないぞ。でかいやつ狙いすぎた。最後に申し訳程度に2つだけ。いや自分これ DS 版の2は実況したんですけれども、1はしてないんですよね。ラリーキングで絶対につまずくのが目に見えてたんで。あそこまで近づいて落とせないんだったら。なくそ。申し訳けれども残りがどこから。
さあと4万。実質的に2期で3万1000、3万1000どころじゃねえ。 ありがてえ。なんか死んねえけど、ワンアップ。はーい、これでクリア。挑戦クリアしたようやな。まずはおめでとうと言っとくれ。これでコズミックゲートの挑戦はおしまいや。最後。最後は最後でもコズミックゲートの最後の挑戦や。勝手に勘違いするお前が悪いね。次から別のゲームに挑戦してもらうで。勝手に勘違いはしてないんですけどね。あ、いいや、それ、最後ちゃうんかい。がっかりや、しんみりして損した。恥ずかしい、めっちゃ恥ずかしい。ま、でも、これでコズミックゲートの挑戦はおしまいや。これから挑戦を気にせずコズミックゲートが遊べるな。やり込み。タイトル画面のメニューにやり込みが追加されたね。ここではひたすらゲームやり込めるんや。タイトルメニューでやり込みを選んだ後はいつもと同じや。ゲーム選んでゲーム開始で A ボタンを押せば始まるで。やり込みモードだと使えない裏技があったりするけど、そりゃそういうもんや。やり込みとは自分への挑戦なんやね。じゃあ、とりあえず。待たせたな、指くわえて待っとったか。新しく挑戦するゲーム発表するね。雑誌とかで話題になってるハーグルマンに挑戦や。別ゲーの挑戦はこれや。敵を踏みつけて連続で2匹倒せ。これはちょっと野菜すぎるかもしれんか。まあ、新しいゲームやしな、いわゆるサービスやで。アリーのもちょっと優しいところあるやろ。さあ、新しいゲーム頑張って攻略してや。ハグルマン、ハグルマンって言うとったら、ああ、明日でもものすごい特注されてたね。ちょうどこうできたの、これや。雑誌読んでたら我慢できなくて、ソフトも買ってきてもらった。お前がどうしてもって言うならやらせてやらんこともないけどね。ハグルマンやりたいか？そんなにやりたいんか？しゃあねえな。特別やで。ほんま特別やで。
こういう、なんか子供時代は特別やでっていうのよ、特別、何かしら、その人だけ特別っていうのよ、言ったな。ねえ、保存してやめねえや。そういう時代やからな。わかったね。じゃあ保存しようか。トップメニュー。で、次は。これの。ゲートレ2くぐれギリちゃんマークス、どこまでいけかな。今までの最高記録は確か課長代理だから、そこら辺だったかな。さあ頑張って。うわ、だだ、危ねえ。うわ、だだ。あまりに動きすぎた。知っていましたね。揺れてるやつは連続で揺らさない限りジャンプすれば OK。 ねえ、調子に乗るとこうなります。高くなったりするとむずいけれども、段差で低くなるんなら逆にやだい。いや、久々にやるとこんなもんだな、主任。主任、ここからですよ。また頑張ってください。久々というか、いや、大して変わんねえけどな。果たして再挑戦をするのか。じゃあ、今日はここまでにしておきたいと思います。では、失礼しまーす。